ベッドの上に座ってメディアのこの発表会っていうのにお出になられたことってあるんですか？ないです。初めてです。<laughs> そうですよね、はい。なんか不思議な感じですけど。<laughs> どんな気分でしょうか？いや、うーん、なんだろう。発表目の前発表会なのにここすごいリラックスしてる。<laughs> なんかちょっと不思議な気分ですが。でもね、はい、今日あのまあそういうブレインスリープの発表会ってこともあったので、ちょっと今日は。 リラックスウェアというか、ルームウェアというか。はい、うなんかあの<う>スリッパみたいな。そうです。今日は家にいるこうスリッパみたいな感覚で、こう、はい、スタイリングしてきたので、<あ>ちょっと今日はこう気持ちをちょっとリラックスしながら喋っていきたいなと思います。はいはい、睡眠を取る際に、気をつけていることってありますか。そうですね。まあ、このお話をいただく前から、うん、えっと睡眠はすごく。そうだな、重要だなとは思っていて、えっ、ー、と、まあ、美容とか健康に。 えー、睡眠ってとても欠かせないものだったりするのでやっぱすごい気をつけたりはしていたんですけど、はい、と今は、えー、と子育てもあって、うん、なかなかこう自分が思った時に睡眠ができなかったりするので今はできるだけ寝れる時間に、えー、質のいい、えー、と短い間でもぐっと寝れるように、えー、心がけています <laughs> なるほどじゃあやっぱり枕とか寝具はとても重要ですの。 やっぱ体に合わなかったりとか体勢が悪かったりすると本当に寝違えたりとか何回も起きてしまったりするので寝返りとか打っったりしますちょっと自分ではあんまりよく分からないけど <laughs> でも割と、えっと、お友達と泊まりに行ったりすると。 全然動いてなかったよって言われることは多いです、ね。あ、じゃ、じーっと、じっと寝てく。あ、そうなんです。<laughs> 美しいかと思うじかゃかないですけど。<laughs> なるほど。そうですね、じゃ、やっぱり美容とか、にも睡眠は大事、うん。とても大事です。そうですね、もう、だから、黄金タイムとか言われるぐらい、あの、夜の十。十時から二時ですよね。うん、その間は、やっぱ、寝る、寝るといいなと思いながら。過ごしています。す子供の頃は。はい、よく寝る子だったと伺っているんですけれども。はい、ご自身の子供の頃。 の睡眠に関するなんかエピソードかなんかあったら教えてください。えっと本当によく寝る子が今も続いてますけど、<laughs> 多分よく寝る子で、はい、えっとですね、なんかすごい面白い話は別にないんですけど、はい、本当にご飯食べてても途中で寝てしまったり、あの眠くなったらどこでも寝てしまったりするような子でした。おお、はい、なんかあのスラッとスリムなこの体型は。 身長が高くなったのも寝すぎたのかなっていう。<laughs> <laughs> <laughs> 寝る子は育つって言います。そうですね。ね<え>それはあるかもしれないです。<れ>もしかしたら。なるほど。母親として子育て、そして子供の睡眠について、気をつけていることはありますか。うんうん、そうですね。なんかやっぱ。 どん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 成長してしまう子どもたちにとって睡眠ってすごく重要なものだと本当に一番と言っていいほど重要なんじゃないかなと思っているんですけど子どもの睡眠と脳の成長って本当にすごく関係していると思うのでいい睡眠質のいい睡眠をとらせるために寝る前のルーティーンがすごく大事だと思っていてあの寝る前にやっぱり携帯だったりとかタブレットを見せないようにしたりとか。 えと体をちゃんと温めてお風呂で温めて疲れを取ってあげるようにするとかあとは寝る前に絵本を読んであげるとかできるだけあとはあのお風呂上がった後にちゃんとマッサージクリーム塗ってマッサージしてあげたりとかその寝る前の、えー、とルーティーンを割と大事にして質の意味を取らせるようにしています。すすすすすぐぐ寝寝ててくくれれままかそうですね多多分多分 <laughs> <laughs> 多分寝てくれているはず。あたまになんか自分の方が先に寝ちゃったりとかしてあ、そう疲れてね、ういう先にね。はい、なるほど。睡眠に対しての悩みはありますか。本当 <laughs> どこでも寝てしまうことです <laughs>。<laughs> え、もう本当にどこでも眠くなったら寝ちゃうっていうちょっとあの悩みがありまして。友達とご飯食べてても、眠くなると、一瞬寝ちゃうんですよ。<え>これ、どうしたらいいですかね <laughs>。 ね,ね。ちっちゃい頃からなんですけど、はい、なんか時差ボケにもすごい弱くて、あのご飯食べてて、今なりですけどあ、あのご飯食べててもあもうダメとかっ,って一瞬寝ちゃうんですよ。え、それは五分とか十分とかそういうレベル。これ一時間ぐらい寝ちゃいますね。え、一緒に。<laughs> 悩みです。一緒にあの友達ご飯食べてると,と。じ二人だと。 二人でももうちょっとダメだから帰ろうってなっちゃったりとか、うん、みんな出るとこっそり寝て一時間ぐらい復活してまた普通にご飯食べ始めるんですけど寝たい時に寝るのが一番いいでか <laughs> よかったです<あ>じゃ寝ます睡眠欲がある時は素直に従うと、うん、はい。なるほど、うん